太平洋の位置太平洋とはアジア、オーストラリア、南極、南北アメリカの各大陸に囲まれる世界最大の海洋のこと。大西洋やインド洋とともに三太洋の一つに数えられる。日本列島も太平洋の周辺部に位置する。面積は約1億5555 55万7万七千平方キロメートルであり、全地表の約4分の一にあたる。英語名から パシフィックオーシャンとも日本語で表記されることもある。太平洋は地球表面のおよそ3分の1を占め、その面積はおよそ1億7970万平方キロメートルである。これは世界の海の総面積の46%を占め、また地球のすべての陸地を足したよりも広い。また日本列島のおよそ七十三倍の面積である。北極のベイリング海から 南極海の北端である南位60度までおよそ1万5 5 0 0トルある。太平洋は北位5度ぐらい、つまりおおよそインドネシアからコロンビアとペルーの海岸線までのあたりで東西方向の幅が一番大きいおよそ1万9 8 0 0トルになる。これは地球の半周とほぼ同じ長さで地球の衛星である月の直径の5倍以上の長さである。 また、現在わかっているうちで、地球上で一番深いところである、マリアナ海溝は太平洋にあり、その深さは海面下1911メートルである。太平洋の平均深度は4028メートルから4188メートルである。太平洋には25000もの島がある。これは太平洋以外の海にある島をすべて合計した数よりも多い。 大部分は赤道より南にある。部分的に沈んでいる島も含めて、その数は継続的に多くなっている。太平洋は現在プレートテクトニクスによって、長さにして1年におよそ2から3センチずつ狭まっており、面積にして1年におよそ0.5平方キロメートルずつ狭まっている。その一方で、大西洋は広がっている。 太平洋の西側のヘリには不揃いな海が多くある。大きいものとしては、セレベス海、サンゴ海、東シナ海、南シナ海、フィリピン海、日本海、スールー海、タスマン海、黄海などがある。太平洋は、西部にあるマラッカ海峡でインド洋とつながり、東南部にあるドレーク海峡及びマゼラン海峡で大西洋とつながり、 北部のベーィング海峡で北極海とつながる。太平洋は、ほぼ中央を通る180度経線を境に、西半球と東半球とに分けられている。東半球にある部分を西太平洋と言い,い、西半球にある部分を東太平洋という。180度経線は、基本的には、日付変更線と可能な限り同一になるように定められており、 両者が異なる場合も、海上を通るように設定されているため、太平洋は中央部で日付変更線に分断される形となっており、東西で日付が1日違う。日本では日本沿岸の海域で単に太平洋と表記する場合、国際水路機関が1953年に定義した太平洋ではなく、北、太平洋及びフィリピン海を合わせた海域を指すことが多い。 すなわち、日本海、オホーツク海、東、シナ海及び、瀬戸内海は、太平洋には含まれないことが多い。マゼランが、マゼラン海峡からフィリピンまで航海した時、その旅程のほとんどは実に穏やかだった。しかし、太平洋は常に穏やかなわけではない。多くの熱帯低気圧が、太平洋の島を襲う。環太平洋地域には、火山が多い。 また地震もよく起こり、それに伴ってしばしば津波も発生し、多くの町や島を破壊してきた。探検家のフェルディナンド・マゼランが、1520年から1521年に、世界一周の航海の途上で、マゼラン海峡を抜けて、太平洋に入った時に、アレクルー大西洋と比べた、その穏やかさに、マール・パシフィコと表現したことに由来する。マゼランが、太平洋に入り、 マリアナ諸島に至るまで暴風に遭わなかったことから、このように名付けたとも言う。秋代末の中国では1602年に、イエズスカイシ、マテオリッチが、世界地図、今夜万国全図を作成した。この地図は、世界の地理名称をすべて漢語に翻訳したものだが、太平洋全体に対する表記はなく、北海、南海、東南海、最南海、大東洋、小東洋、 姉海という七つの海域名称をつけている。マテオリッチの世界地図、今夜バンコク禅図は日本にも伝来し、1698年頃に書かれた渋川春海の世界図では北太平洋に小東洋と記されている。幕末になりパシフィックオーシャンの日本語訳である太平洋が使われるようになった。潜水艦のトリエステ。 1960年1月23日に、マリアナ海溝の底へ潜った。太平洋は赤道を境界として、北太平洋、南太平洋と区別されることも多いが、この場合ガラパゴス諸島とギルバート諸島に関しては、赤道を南北にまたぐものの南太平洋に属するものとして扱われる付属海は、北からベーリング海、オホーツク海、日本海、航海、 フィリピン海、東シナ海、南シナ海、スール海、セレベス海、ジャワ海、フロレス海、バンダ海、アラフラ海、サンゴ海、タスマン海。太平洋には、大西洋のような大規模な海流はない。主な海流に黒潮、親潮、カリフォルニア海流、北赤道海流、ペルー海流などがある。海流の作る渦は、センベグルーズと呼ばれ、北。 太平洋線巡るの中心には太平洋ゴミベルトと呼ばれるゴミの海域が広がっている。最深部はかつてマリアナ海溝のビチアス海淵であるとされていたが、その後の測定の結果、この測定値には疑問が持たれており、現在では同じマリアナ海溝のチャレンジャー海淵の1920プラスマイナス10メートルが確実な値とされる。これは、 米国のスクリップス海洋研究所所属のトーマス・ワシントン号及び海上保安庁海洋情報部所属の卓洋によって測量された推進値をもとに1992年4月英国で開催された第8回ゲブ校オフィサー会議で報告了承された値である。平均深度は4280メートル、総水量は7.1億立方キロメートルである。 南カリフォルニアの海岸から太平洋を望む。太平洋全体で最も大きい陸海はニューギニア島である。ニューギニア島は世界で2番目に大きい島でもある。太平洋のほぼ全ての小さな島は北緯30度から南緯30度の間、およそ東南アジアからイースター島までの間にある。最終表記の間、海水面が低くなっていた関係でニューギニア島は オーストラリア大陸の一部だったので、ボルネオ島とパラワン島のくっついたものが一番大きい陸海だった。太平洋中央部の島々は大きくメラネシア、ポリネシア、ミクロネシアの3つに分けられる。北端のハワイ諸島と東端のイースター島、南端のニュージーランドを結んでできる大きな三角形の中を占めるポリネシアは3つの海域中最も広く、クック諸島。 マルギーズ諸島、サモア、ソシエテ諸島、トケラウ、トンガ、ドゥアモトゥ諸島、ズバル、ボリズ・フツナ島の群島や島所がある。赤道の北側かつ日付変更線の西側は、ミクロネシアといい、北西部のマリアナ諸島、中央部のカロリン諸島、西部のマーシャル諸島、南西部のギルバート諸島など、多くの島が存在する。太平洋の南西角は、メラネシアに属し、 太平洋最大の島であるニューギニア島をはじめ、他にもビスマルク諸島、ソロモン諸島、フィジー、ニューカレドニア、バヌアツ島がある。太平洋の島は基本的に4つのグループに分けられる。大陸島、ハイアイランドサンゴ礁の島、そして高くなったサンゴの大地である。安山岩線の外側には大陸島。これらの島のうちいくつかは、 構造的に近くの大陸とくっついている。ハイアイランズは火山が作った島で、大抵、今もかつ火山がある。例として、ブーゲンビル島、ハワイ諸島、ソロモン諸島などがある。サンゴ礁の島のグループ、サンゴの大地のグループは、その名の通りどちらもサンゴによって作られた、石灰岩質の島である。サンゴ礁とは、海面下の玄武岩の溶岩流に低く垂れ込めるように、作られる。 構造物である。オーストラリアの北東にあるグレートバリアリーフは最も大規模なものの一つとして知られている。校舎のグループは前者のグループより大抵やや大きい。例としてはバナバ島やフランス領ポリネシアのトゥアモツ諸島にあるマカテア島などがある。南太平洋上には陸地から最も離れた場所であるポイントネモがあり、人工衛星を安全に落下させるための 目標とされている。2004年の実験での世界の海流の一覧。赤が暖流で、青が寒流。太平洋の水の体積は、およそ7.14億立方キロメートルであり、世界の海水総量の50.1%を占める。水温は場所によって様々で、極付近では、海水の凍り始める凝固点であるマイナス1.4と近くまで下がり、赤道付近では、 摂氏30度近くにまで上がる。塩分濃度も緯度によって様々である。赤道付近の海水は中緯度地域の海水よりも塩分濃度が低い。なぜなら熱帯性の熱帯特有の大雨が一年中降って希釈されるからである。温帯に近い高緯度地域の塩分濃度も中緯度地域と比べると低い。なぜなら寒い地域では海水があまり蒸発しないからである。 太平洋の海水の動きは一般的に北半球では時計回り、南半球では半時計回りの寒流である。北赤道海流は北緯15度付近では貿易風により西に流れ、フィリピン沖で向きを北に変え黒潮になる。その後北緯45度付近で東に向きを変え、黒潮と一部の海水は北へ向かい、アリューシャン海流になる。そうでない海水は南へ向かい、 北赤道海流に戻る。アリューシャン海流は北米に近づくと一部はベーリング海を半時計回りに回る基礎となる。南側の部分は南へ向かう遅い寒流、カリフォルニア海流になる。赤道に沿って西に流れる南赤道海流はニューギニアの東で南へ南位50度付近で東へと向きを変え南極海を 西から東へ流れ地球を一周する南極寒流に合流する。地理の海岸に近づくと南赤道海流は二つに分かれる。片方は本岬を回り、片方は北へ向かうフンボルト海流になる。太平洋は多くの火山と海溝に囲まれている。安山岩線とは太平洋と他を分ける最も重要なもので太平洋の真ん中にある海盆の深いところにある。 有色鉱物化成岩と太平洋の円にある大陸性の部分的に沈んでいる無色鉱物化成岩でできた区域と分ける。安山岩線はカリフォルニアの沖合の西側からアリューシャン列島の南を通り、以下の地域の東側を通るカムチャツカ半島、千島列島、日本列島、マリアナ諸島、ソロモン諸島、北島。安山岩線という閉じた輪の中は、 海底火山と艦隊平洋地域を特徴づける火山島を除いては水深の深い海である。玄武岩室の溶岩は普通流れ出ると巨大なドーム型の火山、縦状火山を形作り、その侵食された頂上は東湖、列島、群島などになる。安山岩線の外側にある艦隊平洋、作り山帯は様々な沈み込み帯の上に、 何百ものかつ火山があることからその名がついた。太平洋は沈み込みたいにほぼすべてぐるりと囲まれている唯一の海である。南極とオーストラリアの海岸の近くだけが唯一沈み込みたいではないところである。太平洋はパンゲア大陸の分裂によって古代海洋パンサラッサから変化してできた海である。連続的に置き換わったので、いつパンサラッサが太平洋に切り替わったか。 はっきりとしたことは言えない。その一方で当時を再現した地図では、大抵大西洋が開き始めた頃のパンサラッサを太平洋と呼び始める。パンサラッサは7億5000万年前のロディニア大陸の分裂により初めて開いた。しかし、海底は海嶺で誕生した後、プレートテクトニクスによって常に動き続けており、海溝で沈み込むことによって更新されているため、 現在確認されている最も古い太平洋の海底はおよそ1億8千万年前のものである。太平洋にはホットスポットの作った長いミヤマ列がいくつかある。天皇ミヤマ軍やルイビル、ミヤマ列などである。アブラハム・オルテリウスが1589年に書いたマディス・パッチフィチ。初めてに太平洋を描いた地図の一つである。バルト・ゼー・ミュラー地図も参照。 有史以前、すでに太平洋の沿岸地域には人類が居住していた。しかし、太平洋中央部に点在する島々へと人々が移住するようになったのは、紀元前1500年頃にニューギニアに居住していたラピタ人たちが島津いに沖へと乗り出していったものが始まりと推測されている。彼らはまずニューギニアから近いメラネシアへと進出し、 ビスマーク諸島には紀元前1300年、バヌアツには紀元前1000年、フィジーには紀元前900年、トンガには紀元前850年に到達した。この第一期の移住の波はサモアで一旦停止した。その数百年後、サモアやフィジー、トンガといったポリネシア西部の島々から第二期の移住の波が起こり、ニュージーランド、マルケサス諸島、ダヒチ、 イースター島、ハワイなど残りの島々にすべて植民し、ヨーロッパ人が太平洋に到達する数百年前には、すでにポリネシア人は太平洋の隅々まで植民を終えていた。16世紀初頭、ヨーロッパ人が太平洋に到達した。最初に太平洋に到達したヨーロッパ人は、1513年にパナマ地境を渡ったバスコヌーネスでバルボアである。 彼は、マールデル・スールと名付けた。この名がついたのは、バルボアが渡ったパナマ地境は南北に短く、北岸のカリブ海側から南岸の太平洋側に到達したからである。そしてその後、ポルトガル人の探検家、フェルディナンド・マゼランが1519年から1521年の間に世界一周の過程で太平洋を航海するとき、マゼランは太平洋をパシーフィコ、 または、パシフィックと呼んだ。この言葉は、平和な、または、太平な、という意味である。なぜなら、航海の最中ずっと海が穏やかだったからである。しかし、マゼラン本人は1521年に、フィリピンで死んでしまい、スペイン人航海士、フアンセバスティアンウェルカーノが一体を連れて、インド洋を越え希望峰を回り、1522年に、スペインへ帰国し、 世界一周を成し遂げた。1525年から1527年にかけては、ポルトガル人の探検隊が、カロリン諸島とニューギニア島に到達した。1564年、ミゲル・ロペスでレガスピヒキールスペインの探検隊が、メキシコからフィリピン諸島とマリアナ諸島へ海を渡った。16世紀のその後、スペインの影響は最も大きかった。 スペインはメキシコトッペルーから太平洋を越えてグアムを経由しフィリピンまで航行するスペイン領東インドを作った。マニラガレオンは250年間マニラとアカプルコと結んだ。これは歴史上最も長い交易路の一つである。スペインの探検により南太平洋のツバル、マルキーズ諸島、ソロモン諸島が見つかった。テラウストラリスを探す探検の中で スペイン人の探検家たちは17世紀に南太平洋のピトケアン諸島とバヌアツ諸島を発見した。オランダ人探検家たちも南アフリカを回り発見と交易に関わった。アベル・タスマンは1642年にタスマニア島とニュージーランドを発見した。18世紀に入るとロシア人がアラスカとアルーシャン列島の大規模な探検を行った。スペインは 北西太平洋へも探検家を送り、カナダ及びアラスカ南部のバンクーバー島まで達した。フランス人はポリネシアを探検し、植民した。イギリスはジェームズ・クックらを3回航海させ、南太平洋やオーストラリアやハワイや北米の太平洋岸北西部へ行かせた。このクックの航海により、太平洋中央部の島々のかなりが発見された。 19世紀中拡大した帝国主義により太平洋の大部分がヨーロッパの列強に占領され次にアメリカ合衆国と日本に占領された1830年代にチャールズ・ダーウィンを乗せ公開したビーグル号や1870年代に公開したチャレンジャー号などによって多くの海洋学的知識がもたらされたアメリカ合衆国はパリ条約によって グアムとフィリピンをスペインから1898年に得たが、その後日本が西太平洋のほとんどを1914年に、そして他の島を太平洋戦争中に占領した。しかし敗戦とともにアメリカ海軍の太平洋艦隊が太平洋を事実上占領した。第二次世界大戦の後、太平洋の多くの植民地が独立国家になった。太平洋沿岸地域。 特に北アメリカ大陸及び東アジアの経済成長に伴い太平洋を取り巻く、いわゆる環太平洋諸国の関係は深まりつつあり、これら諸国が多国間経済協力を進めるため、1989年にアジア太平洋経済協力が始まった。2014年にはこの APEC は21の国と地域が参加しており、特にアメリカ、日本、 中国、ロシアといった大国軍が参加していることもあって参加国の総計では世界のおよそ半分の人口、国府、貿易額を占めている。このため APEC は重要な国際機関の一つとなっている。太平洋の鉱物資源の開発はその深さが障害になっている。オーストラリアとニュージーランドの大陸方の浅瀬では石油や天然ガスが採掘されている。また、 オーストラリア、日本、パプアニューギニア、ニカラグア、パナマ、フィリピンの沿岸では、真珠も取れる。しかし、取れる量が、はっきりと減っている場合もある。太平洋最大の価値は、水産資源である。大陸の海岸付近の海域や、温帯の島では、ニシン、マスノスケ、イワシ、メカジキ、ツナ、海類等が取れる。太平洋は、海域によって、 漁業生産力の差が激しい。太平洋で最も漁業生産力の高い地域は北、太平洋にあり、日本近海からカムチャツカ半島、アリューシャン列島、アラスカ南岸を通って北アメリカ大陸の西岸に至る地域である。この地域は黒潮が大きな流れを作っており、ここに親潮などの寒流やベイリング海などからの冷たい海水が接触することで潮目ができ、 工業場となっている。この他、南アメリカ大陸沿岸も寒流である、ペルー海流と周辺の温暖な海水との接触により、工業場となっている。逆に、太平洋の中央部は赤道半流によって優勝が起こり工業場となる。赤道周辺を除いては、漁業生産力は低い。ハワイの海岸の海ごみ海洋船とは、有害な化学物質や、 細かい欠片が海に入ることを指す、包括的な言葉である。最大の原因は川にゴミを捨てることである。川は海に注ぐ。その時、農業用肥料として使われた化学物質なども一緒に注ぐ。その化学物質を分解するために、多くの酸素が使われ、貧酸素水界ができてしまう。海ゴミとも呼ばれる漂流ゴミは、海で見つかった人間のゴミを指す言葉である。 特にプラスチックなど生分解性に乏しい素材でできた水よりも比重の軽いゴミは長期間浮遊し続ける。比重が軽く水に浮きやすい海ゴミは渦の中心や海岸線に集まる傾向がありしばしば浜辺にゴミが打ち上げられる。このほか、海底に沈んでいるゴミの問題なども存在する。カリフォルニア州のパシフィカを襲う嵐国際宇宙ステーションから見た 太平洋に沈む太陽。金なとこ雲も見える。ありがとうございます。